ぱ電撃マリオメーカー続ちょっとさ、じわじわと人気になってきてない？そうこれあれ、この間の続きあるよ。あれ、進んじゃってる？そうあ、進んじゃってんじゃん、まあ、それはしょうがない。佐々木がやっちゃったもんな。肩が一番痛いです。腰だと腰、もう今すごかったよ。こういうことやりますよ、今から。いやー全自動ですよ。音ちょっと上げるか。全自動？はい、音上げるものがないです。あ、全自動だから大丈夫です。大丈夫だ、これは大丈夫です。ちゃんと全自動であれよ、最後まで。よし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 、あったごめん、1個クリアしました。え、言ってことは次サブいきますか。俺やった方がいいな。そうですね。そうですね。逃げた。全自動だ。クリアすべきだ。クリアす。本当にミスった時にバチ当たる。てかもう普通だからカンタとかは本当にいけるはずなんだよね。そう。本来ならもうバスバスみたいな。全然です。でも安定したプレイしてるでしょ、俺。ああ。お気に入ったプレイ。いいじゃん。悪い言い方。いや、いいんですよ。これが正解だった。あ、いい、すごいいいね。あ、これ、安パイするの安定志向だね。やられる。かっこいい。大丈夫だよ。よしよし、これいけんぞ。これいけますね。こいつ予想できない動きしやがる。あ、あそこにハテナボックスある。よし、これ止める。よし。すげえ、いったな、これ。あ、これクリアしたのか。普通簡単だよ、結局中間入れって信じていいのか。いいんじゃないですか。普通だからな、はい、普通だからそれがメイクだから。ここで死ぬみたいなことメイクはないだろ。やべ、あれのまま行った方が得する感じあるよな。これなんだっけか。山山ってこれ結構嫌なコースだな。あ、上というかあれ入っちゃう。あぶねえ。なんかな、宇宙人に持っていかれた時鼻で優しくね、なんか優しかったあの子とはこいつ腹立つんだよな、なんか、トンカチ男。お前、効かねえんかい。これ結構危ない。こっち合ってる？はい。よしよしよし。すごい、おお、いいね。なんか、楽しいコースだね。優しいね。これじゃないとやばいよな。倒せないと思った方がいいって。はい。逃げですか？あ、もうゴール見えますよ。あ、行っちゃう。奇跡的な。これいいね。あ、このままだ、そのままダッシュでいいんじゃないですか。じゃあこれもクリアしましたよ。簡単なコース2つ来ちゃった。あ、いいね。いいですね。いいよね、こんなもんだよね。だからこそガチ感がある。そうそう。いやだって難しいやると、本当に電撃受けてる。だって1本目の動画電撃受けすぎて今日難しいもんやってるかもね、その調子でいったら。あ、簡単そう。あ、視聴者さんからのやつやってみるか。あ、まあこれ簡単なコース。いた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 。簡単なコースだね。あんまない。あんまない。痛い。久しぶりだな、俺。油断したらダメなんだな。楽勝とか言ってると。キノコ。なんで？もうしてもいいよ。なんで？なんでよ。安全策で行こう。え？なんもないじゃん。なんもないっすよ。もう今来た。ちょっと気をつけて。あ、うまくなってんな。そいつ、今多分下はキノコです。ただコイン取ってる人、はい、これ
サブそういうの分かんだよな、なんかキノコとかそう違いました、何の何の能力やつただ嘘じゃないあれキノコです ただ嘘だ、サブが作ってたとしたらその辺キノコ、いやまあそこにキノコ置くよ、優しいからその解説いらなくねお前だったらこ こもし俺だったらこうしたわみたいなその解説いらないだろ、一回やべえんだな、あいつなんだろ、来んのこっち来ないです、来ないけどぶつかるとやられるから油断しててやられるか、え、嘘マジか、やってなくない、いやでもどうせ反応しないじゃないですか、いやいやサボ今度コース作ればいいの、作りますか、俺らにやる、あ、そう、マジ、え、マジ危ない、大丈夫だよ、持ってるより身長低いぞ、はい、あ、そうなんだ、あ、もうゴール臭いな、ゴール臭いですね、あいつらの人生やだな、あ、何もなく階段を降りて、キノコじゃないし、あ、そこをちょっと油断してると入っちゃう、よしよしよし、何投げた、あれ柱と思った投げちゃった、何投げた、何投げた、あ、何落ちた、気づいたくないな、そうなんだ、さっきもこういうとこにあった、あ、キノコだ、サブあそこで、あれ、あれ絶対キノコです、あれ絶対キノコだ、本当だな、だってさっき違ったったもんな、はい、今キノコいらないだろ、どこかでもこの状況でキノコ、ね、ってさ、キノコを取りに行く人も取りに行く人だしな絶対違った、なんか同じようなコースをさせられてんな、はい、なんで伸ばしたいんだろう、いや、一回縄跳びのあれみたいな、一回待った、一回次行こうみたいな、なんで投げてから走る、いやだから走っちゃうんだ、走っちゃう、それを追ってるみたいな、投げちゃう、投げちゃう、投げちゃう、投げて自分で取り行こうとしてるみたいな、いいっすね、いいっすね、これはどうするよ、多分大きくジャンプじゃないですか、乗った方がいいよ、あ、もうゴールだ、よっしゃよっしゃよっしゃ、素晴らしい、じゃあサブ行こうか、普通は俺もクリアできるようになったね、はい、というかね、今は多分ね、ここ3コースぐらい、うん、簡単なの来てるね、確かに確かに、それはあるね、だって前回のあの登りやすさがめっちゃ変だった、確かに確かに、めんどかったよな、あれ普通なのにな、俺らは普通クリアできるぞ、これできるぞ、スーパー、こんぐらいのテンポでいきたいな、怖いな、準備しとくわ、これ危ねえぞ、これなんかサブ危なっかしいな、サブね、こういうのね、ちょっと舐めてかかる節あるんですよ、そうそうそう、早く行こうみたいな、うん、キノコだろそれ、あのやばい、あ、めちゃめちゃ一回登って、あ、でも冷静になってるサブが、登って、それ一回投げた方がいいって、それを、素晴らしい、帰ってくるもんね、あ、いいねいいね、なんで投げて、投げちゃうの、なんで走ろうとするの、危ねえ、危ねえ、これおー、よかった、よかった、素晴らしい、あ、完璧だ、完璧なもの入れる、一番強いやつだ、まあ、すべてを火出して、火出して、火出して火出せ、出せ、出せ、やばいやばいやばい、あ、もうクリアじゃん、もう、上がれる、あ、こう、あ、あれ取んないのに、でかいの、あ、これこれやばいぞ、これやばい、時間だね、あ、いけ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 、何やって、何やって、やばいやばい、何やってんだよ、やばい、あ、素晴らしい、すごい3人ともかなりいいペースだから、これ楽勝ですね、電撃全然ないぞ今日、はい、マリオだ今日、平和のマリオ、何その飲み物え、これキレートレモン、キレートレモンのそのパターン、いや俺キレートレモンって書いてあって何これと思った、これさっき一緒でびっくりして買った、なんでキレートレモンでこのボトルなのでしょ、でこれいくらだと思う、130円、そう、え、めっちゃいいじゃないですか、いや、これが100じゃあ、なんであれ買う人いるの、俺え、それ切れたらの味なら、うん、まだわかんじゃん、150円、わかるわかる、これ、多分やられるやつ、わかっちゃった、よし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 、かよ、えおやばい、ま、マジで。
行こう。じゃあ次、行く？サブが。もう一回サブ行く。もう一回行く。あいつ乗らないって。乗らないで、下走ってったら。はい、いいじゃん、いいじゃん、ヨッシー乗って、ヨッシー乗って、お前ヨッシー乗って、なんでヨッシー、まあそれヨッシーだろ。俺も乗り、いや俺も乗りたいんですよ。乗る乗るじゃん、今行け、せーの、よし、どうぞ。あんま乗んなくていいだろ、あんま乗る必要ないだろ。あ、やばいやばい、もう地獄から這い上がったな。沈められそうになってる。こいつ頑張って、あ、やばいやばいやばい、ヨッシーとか行けって、ヨッシーとか行け、危ねえ、相撲と一緒だ、ヨッシーとか行け、ヨッシー乗りって、おい、もうそろそろクリアな、危ないよ。これ結構難しいコースだね。俺無理だわ、乗れないとか。だから誰もできないっすかね。運なのかな。運はあるだろうな。とりあえず今これで行くスタイルで行ってます。下からね。よし、よし、よし、乗った上であの風船乗るのが一番。これ来たんじゃない。あ、めっちゃめっちゃいいです、めっちゃいいです。このままご利用ししますよ。あ、行ったかも。行ったな、よし、よし、よし。あ、これ最強の状態で迎え入れてる。おい、なんだこれ。あれ、どこ行け。で、あいつらを巻いた。おお、すごい。拍手出るようになったな、なんか。いいわ、素晴らしい。楽勝でしたね。何、痛くなってるなんて。楽勝でしたね。腕痛くなってる。じゃあ、お前これ、俺らすごいぞ。次ラストでしょ。うん、もうクリアしちゃう。クリアしました。あ、したの。え、じゃあ、よし、難しい行きましょうか。難しい行こう、このまま。これで一本なの、この辺で。うん、なる。俺一回も受けてないけど、計算上、この回。富田さんが一番上手かった回。